チャオ。ゴールデンウィーク3日目なのかな。4月29日、あっちゃんです。はい、あっちゃんのお昼ご飯です。今日はね、手抜きお昼。最近ちょっとね、お昼ご飯凝ったりもしてるんだけど、たまには手抜きで、ラオウ、ゆず塩。ゆず塩やねんけど、これゆずの香りが薄いから、ゆず絞ります。ゆず、皮ちょっと入れて、ゆずも絞っときましょう。これ弱くないね、ちょっと。もうさ、4月の末、5月やで。平成も終わるいうのにさ、それ関係ないんけど、もうあの、4月も終わって5月やいうてんのに、寒うてさ、見てこれ、冬の装いよ、トレーナーにまだ不安も来よ。下も不安も来よ。寒い。この今年もう氷河期に向かってるわ。誰やの温暖化って叫んでるやつは。今日は2人でこれは氷河期に近づいてます。うん、ちゃんはそう思う。うん。ということでね、そろそろ湧いてくるかな。そろそろ湧きそうですな。キャベツと人参、入れてんだけどね。今日はね、昼からまたお買い物行ってきます。もうぼちぼちね、ないのよ、食材が。あとお肉、まあとんかつ用のお肉が1枚あるのかなぐらいやねんけど、うん、それドーンと今日とんかつしようかなと思うんだけどね。あとはゴールデンウィーク中ね、今日20日あれもお魚はあるから、まあ食いつなげんことはないねんけどねって言いながら湧いてきたんで入れます。麺ラオウです。日清ラオウ。もちもち美味しいでしょう。4分。約4分茹でます。よいしょ。3人前同時に茹でるから、なかなかちょっと難しいんだけど。今回はね、ちょっと作り方変わります。3分40秒、ちょっとだけね、茹で時間を落とします。まだ茹でない。ちょっと強いですね。火を落としましょう。今日ちょっとね、コーナー行ってくるね。あれがもうないのよ。キッチンペーパーがあと3ロールしかないね。ヘリ早い早い。で、キッチンペーパー買いに行かなかったんだけど、ちょっとね、お鍋見てこようかなと思ってね。お鍋がちょっとね、いいの欲しいなと。あと包丁とね。だからちょっとコーナー見てきて買わへんよ、まだ。うん。もうちょっとね、さっきキッチンのね、収納片付けてからやねんけど、収納スペースちゃんとしてから、お鍋とか揃えるのに、見てこようかな。どんなお鍋がいいかな。あとね、キッチン収納グッズをちょっと見てきて、いろいろ収納考えようかなと思ってさ。日本もちゃんと、日本もそのさ、会社から見るんだよね。日本ね、そろそろほぐしましょう。ラオウはね、4分茹でやから、ちょっと麺が硬いね。約3分ぐらい茹でたら、今回作り方いつも違う。よし、約4分、3分ぐらい茹でたらね、ここでね、
液体スープ、火を止めて液体スープを入れます。入れます。こっからで、僕からでも切るから切れへんかな。でスープを入れてね、でよいしょ、切れへん、 よいしょ。これでね、これでちょっと早押しな、よいしょ、混ぜます。混ぜてから、ね、でまた火にかけて、残り1分カウント始めます。でここにね、卵、卵を落としていくようです。で、ハム、ハムを入れて、で、間引き菜、これちょっとだけ、ね、入れます。卵がね、潰れたらあかんから、ざっくりと入れます。で、柚子ちょっと絞って、皮、よし、これでスープ、はい、完成。おお、めっちゃうまい。いきましょう、食べましょう。これ最後に軽くオリーブオイル、これが味噌です。いや、オイルです。で食べましょう。はい、できました。食べましょう。柚子塩ラーメン美味しいねんけどね、塩ラーメンとしては柚子がほとんど効いてないね。なんか柚子足してんけどね、マシです。それコーヒーやで、マシ柚子で、うん、うん、バッチリ柚子が効いて美味しい。生麺感覚で美味しいよ。間引き菜がまた美味しいし、うん、美味しいね、うん、春先にちょうどいい。で、今日寒いから冷やしうどんとか冷やし冷麺とか考えとってんけど、こんだけ寒かったらもうね、そんなにいらんから、あったかい方がいいし。で、釜揚げうどんにしようか、どうにしようかって言うんだけど、うん、柚子があったからね、柚子効かしたかったから、これして正解。うまい、なんか春先のさっぱり感とあったかさ、最高。うん、いや、美味しいわ。卵をね、卵が入ってるけど、卵崩そう、うん、卵と一緒に、わあ、美味しい。卵を崩すとね、柚子の風味がかなり落ちる。でももう、それでも柚子ピールがあるから、ところどころで柚子の香りがする。美味しい。
幸せ、うん、こういうねラーメン今までインスタント麺ってもうちょっとこうですよね、揚げ麺の油と、うん、インスタントっていう味やけどラオウとかね生麺、すごめちゃうわねだけはこの生麺感があって美味しいよね。マジでラーメン屋さんの麺とまで言われへんけども、まあ、生麺に近い食感で、うん、美味しくいただけます。人参と大根葉とあのキャベツのとこしか入ってんから。大根葉ってあれで、あの間引きねえで、この前からサラダに食べとってて、ね、はい、そっけ人参食べへんだな、人参だけ食べとこう。人参だけ食べとこう。いや自分で食べへん。日清ラオウの、なんや、ゆず塩味、ゆずが薄いんで、これ前回食べた時ゆずがめちゃくちゃ薄いって言ってたんで、ゆずマシマシでいきました。で、野菜はキャベツ、人参と間引き菜で、ゆずを半分絞って、でゆずピールを結構多いめに入れて、でお肉系がなかったんでハム、普通にロースハムと、卵を落としました。まあまあ、あっさりさっぱりで温まるラーメンでした。ごちそうさま、美味しかったです。はい、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯、ラオウゆず塩、日清ラオウゆず塩、よかったよと思ってくれたら高評価をで、応援コメント、チャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。はい、ということで今日は、食材買いにまた行ってきます。ではまたね、バイバイ。